はい、どうもこんにちは。新ヨニム社ドーンオブドリームス続きやっていきたいと思います。前回はですね、天界がね、まずは幻魔樹の親、幻魔母樹、これを倒すことが目的だぜ、みんな分かった、おうって言ったんですが、それぞれの、ね、宿敵を見た瞬間、みんながね暴れ回って、ロベルトはルイス・フロイスを、で、アカネは胸おじ、そしてこの早期はね秀吉のもとへ向かって行ってしまいました。もうすごい猪突猛進が3人もおったら天界は涙目よ。その天界は島左近とね戦ってるって感じで、で今第五次秀吉がいるであろう第五次にね今向かってる途中でございますと。ここね、ここ多分この長い階段を登れば目的地かな。でこのね今持ってる武器武山刀レベル10まで上げました。つまりねマックス、こいつが強化できる最大まで上げました。それにより攻撃力がね54、これ54なんですけど、能力でね攻撃力プラス20なんで、こいつ74あります今。これやるしかないでしょう。ということでもうこの武器でガンガンいきますよ。長階段いきますぜ。何があるんだ、なんか大岩でもコロコロ転がってきそうだかな。大岩じゃないけど火の玉が転がってきたな。ヒュッ、引いた。これ俺狙われてる、ちょっと待って、音ゲーみたいになってる、待ってバカこいつ、むずすぎない、いった、ちょっと待って、これ死ねるぞ、この板死んでしまう、飛躍だ。ほっほっほっよっ、 OK、 はっはっ、ガード、ハッ、ガード、どうやけ、ガード、オッケー、いけた、はい、いけましたわ。あれ起き上がるの受け身取らないと無敵時間がね倒れてる間終わるのよ。それがねネック、難しいところだよね。え、秀吉じゃないよね、もしかして。あ、出雲の奥にじゃない、そういえば出雲の奥にの話出てたもん、最初の方に。茜と友達だぜ、みたいな話。みんなサイクロプスみたいなことやってる。え、てか、おはずもいなかった今、左に。おはずもいるな。久しぶりじゃの、秀康。充血どころの話じゃねえぞ。え？お久しゅうございます。最高殿下。これ誰？会いたかったぞ、我が息子よ。秀頼っているよね、息子。確か豊臣って。あ、一方その頃じゃん。美しい花見に良い余興ですな。いつの、あいつの帽子。いつ見てもなんか違和感があるな。でかいな、島サコン。戦うの俺。今から。戦いそうじゃないそれ。ふざけるな。なんか勝手にビル上がった。行って！どうしたらいいのこれ。こいつ、ちょっと待って。こいつの能力なんだ？技を。みたい、こドリル好き。はい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 、オッケー。痛えな、これやばいのよ。まだか。おらー、むずい。あ、うそ、なんで今、何ダメ、痛い、こう、オッケー。怖すぎるこいつ。これあれか、一戦決めるじゃやばいか。いや、わからんすぎる。うわ、やばい。今だ。で、ガチン。で、これで回復。決めるわ、俺一戦決める。
一戦ないのかな。いてちょっと待って、あーどうしよう、使いたくないんだけどこんなに。いやーこれはちょっと使わずに行かなきゃまずいな。悲嘆がある、悲嘆が。やばい、やばいな本当に、見えないのよ。はい、レベル3、ほらー、何も何事もなかったかのように。いやこれはもうご利用していくじゃん、資産がある限り俺に負けはない。ほらー、よし、これしかないわ俺が勝つ方法で。次他の2人じゃない、どっちかでしょ。オッケーオッケー、作っててよかった、ありがとうアカネちゃん。目を覚ませさ、現場の空室となり下がるか。でも現場中食ったんじゃないの。お主侍であろうが、天界殿、俺は、え、さいなまれてる。あ、やばい、これ殺されるんじゃない。ここまでとか言ってさ、やれやれ、今田左近の調整は十分ではないようですね。パシフィスタやん、扱い方が。え、連戦、そんなバハマ、さすがにそんなことはないよね。ああよかったよかったよかった、会いたかったぞ。我が息子よ、この美しい桜を前に、秀康よ、戯れにしてはちと度が過ぎはせぬか。でもあれだよね、お前の弟秀頼もこんなに怯えておる。のうよど、あ、よどまこと、ブスイナチャチャって書いてあった。殿下、俺が知ってるチャチャ、この桜は美しいと申されるか。結構可愛かったんだけどな。当たり前じゃ、豊臣が世界を征服する最初の一歩よ。美しいと言わずして何と言おうか。それよりもの、秀康よ、はい、そちの武勇この大阪にまで届いておったぞ。再びわしのもとへ戻れ。名字勇気だったよね。わしのもとで秀頼を世界の王となす手伝いをしてくれ。殿下、どうか他国への侵略を中止し、はい、日の元の民、異国の民、すべての民の命を顧みください。なんとバカなこと。絶対無理やろ。秀康よ、急に中止になってるやん。我こそが国家、豊臣こそが日の元、我こそが世界を手に入れるにふさわしい覇王よ。大阪国じゃん。これらの生き物のすべて、民畜生は愚か、草木の一本まで我が物よ。強欲だな。我が物をいかに扱おうとわしの自由、無造無造の取るに足らぬ命などに構ってられるか。秀吉、天下を取って悪党になり下がったか。源馬寺の悲劇を、あの大陸の地獄を、許せなきゃなっちゃった。あ、行ったことあるってこと。俺の欲望のためだけに一回。貴様、人間を出兵、知ったことあんのかな。命を何だと思ってやがる。失敗とはな、実の親父に匂ってタヌキよの。え、実の親。やめて、秀康。いやいや、たくさんの人が、仲間が死んでいる。今もこの日本で、大陸で、たった一人の悪党のために。秀吉、あーでも貴様は戦国を終わらせた。だが秀頼のことはまず守ってる。一応親としてのあれはあるんだな。地獄を始めやがった。それが答えか、この知れ者めが。貴様は俺が、これ何の技？今ここで鬼の能力が切る。面白い、その黒き鬼の力見せてもらおう。ちっちゃく見えるな。
は？うわあ、人間が現場兵になった。見たくねえよ、なる瞬間は。なった後ならまだ許す、見れるけどさ、こういうもんだなって。実際人間がこうなるのも見たくねえな、つれえもんがあるわ。まあでもまあ、すまんが切られてくれんか。ほんで、でか？鬼武者になった？第1話以来の。お前もなんか無残と使ってる。わからん。どうなってんだこれ。オッケー。危ねえ。うわ、切り上げわかんねえ。これロックせん方がいいわ俺。来いや、おい。なんだお前。ああ。はい。あ、技が違うぞ。これなんだこの技。知らねえ技出てきた。体力全、わ、マックスとりあえず。3連山決まったのでっけー。武器も鬼武者専用になってんのかな。武断刀じゃないと思うな。残念な、黒き鬼の力か。よかろう。この秀吉、え、戦えるの？直々に相手をしてくれるわ。あ、戦えるんだ。いや、なんか戦えないって、周りが強くて、実は普通みたいなパターンかと思ったけど、非常時も戦えるの？おい、おかしいだろ。飛んでるやん、もう。武器変えれる？あ、武器武断刀だ。なんだ。どうしようかな。衝撃波発生ってやつすげえ気になるけどな。じゃあいいや、武断刀でいこう。これどうなってんだ。あ、なんかやばやばそう。あ、ほんとに。おいオッケー。なんだくぐつみたいな動きしてるけど、やっぱ攻撃力バカ上げてるだけあるな。あれ半分になった。半分じゃない、体力は。どうなってんだ。すげえなこの野郎。これどうなってんの。これ一生追尾してくんのか。何これ、俺な、これなんだよ。シャルウィーダンス、痛えなこの野郎。ガードできねえし。あ、連鎖してる、まずい。でも関係ない関係ない、痛え。おい、こいつ歩くのすら諦めた。そんな男に負けるわけにいかねえだろ。運動しろ。オッケー。あ、いってー。仕方ねえな。鉱山刀使う？いやな、どれにしよう。せっかく3がどこを使うか。めっちゃ威力下がるけど、まあせっかくだし。あ、技が固定化されてる、これ変わんねえわ。何つけても同じだこれ。こっち、これでいいよ。じゃあ負けてられねえよな。俺もう勝っ、どこ行った。うるせえ、俺のもんじゃ。こいつ菩提樹か。こいつ飛んでひたすら稲妻を打つ、ほぼサジみたいなことしやがって。なるほど、恐るべきは黒木の。まだ生きてんの。バカな。体感よ。無駄だ。背筋が強すぎるわ。ええ、どういうこと。内部から爆発したぞ今。諦めろ、お前の力ではわしを切ることかなわ。何、我が体は不死身、我が力は無限、これが神の力よ。ゆえ神たる力を不死身ってずるいわ。全ての人間を支配するにふさわしい。しかしその黒き鬼の力、殺すに惜しい秀康よ。再び豊臣がために生きるのならば、その命助けてやらんこともないぞ。え、マジ
生き方は自分で決める。そりゃそうだよな。俺は俺の生き方で生きる。そりゃそう。知れ者だ。ほんと豊臣何言っとんじゃん。わしの許しなく生きることなどまかにならん。わしが戦えと言ったら戦え、わしが死ねと言ったら死ね。それが日の本の国よ。それが日の本の国に生きる者の生き方よ。これチタちゃんは同意してるんやろな。きっとお初はしないだろうけど。あんた知らねえのか。人は自由だ。お初来てくれ。生きるの死ぬのに誰かの許しなんかいらねえんだよ。ならばひでえやつ、ここで死ぬのか。それが俺の生き方だからな。ええ、待って待って待って。ここで朽ちるがよいわ。何？何が起きてるの今？今はの際に見届けよ、偉大な創造神の力。え？さっきの火じゃない稲妻が出るってこと？え、ちょっと待って。水気をなもんだよ。お前もいずれ死ぬ運命。ここで秀康と共に朽ちるもよかろう。いや、せめてどっちか生きないと。お、なんだ誰、天界。でもどう、なんだ。比叡山へ向かえ。ソマト？比叡山。人を超え、鬼を超え、すべての魔を斬る鬼武者に、最強にして最悪の鬼武者になるのだ。お前こそが人間の最後の切り札だ。勝つために雪秀康。勝つために鬼にならんといけんのか。待って、天下死ぬのこれ。あ、巻き込まれた展開。俺らもや。え？邪魔者はこれで片付きました。展開が向かわれねえだろ。さて皆様、よくご覧じろ。第五の花見、いよいよここに極まれ。何これ。俺が知ってる鬼武者じゃねえわ完全に。ファンタジー色がすげえ強くなってる。これであれか、なんてもこれ純程度変なところだ。変なところでセーブしてるな。これ文字が読めねえわ。本当にあるんだろうな。でもお初だけになってる。秀吉が目の前におる。そしてなるほどね。第8話。いきますか。じゃあ、次回ね。はい、じゃあ今回は終わりまーす。次回もよろしくお願いいたします。見てくれた方ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。